こんにちは、ジェイコブ・ウエストです。先日ヒューレット・パッカードに買収された45ソフトウェアでセキュリティリサーチ部門のディレクターを務めています。本日のプレゼンテーションではソフトウェアセキュリティの発展、今日私たちが当然のものと考えているセキュリティプラクティスの起源、そしてその今後についてお話ししたいと思います。 私がセキュリティ分野に足を踏み入れたのは、カリフォルニア大学バークレー校で MOPS と呼ばれる性的分析ツールに取り組んだことがきっかけです。その後、今に至るまでの7年間は Fortify に所属して市販の性的分析ツールの構築に取り組んでおり、数年前にはセキュアプログラミング with Static Analysis という本を出版する機会にも恵まれました。この本はブライアンチェスと共同執筆したものです。内容としては、性的分析を使ったセキュリティ上の問題の解決、性的分析で発見できる問題の種類など 取り上げています ソフトウェアセキュリティとその継続的な保証の始まりについてお話しするにはソフトウェア業界の始まりまで遡る必要がありますソフトウェア業界は1960年代後半から1970年代前半にかけて誕生しました独立したソフトウェア業界が生まれる促進要因は IBM がコンピュータシステムに関連したソフトウェアとサービスをハードウェアから切り離して販売するようになったことですこれで消費者はセキュリティを複合的な問題として捉えられるようになりましたそれまで消費者はハードウェアを をあるベンダーから購入しソフトウェアシステムとサービスを別のベンダーから購入していましたがこれらをすべて各自のビジネスニーズに即した単一のシステムに統合する必要性を感じ始めていましたこのことは消費者にとってセキュリティ上の問題を生じさせますというのも開発されるシステムがすべて等しいというわけではなくなったからです i b m から x というものを購入していたのではなくあるベンダーからこれを別のベンダーからあれを購入して x になっているのですから このようにしてソフトウェアセキュリティという課題が一つの独立した分野として誕生しました。ある境界性を挟んで二つの分野があるとします。一方の側にはセキュリティプロフェッショナルがいます。つまりファイアウォールの設定をかつて行い、ローカルで展開されたシステムをおそらく攻撃しようとしたことがある人たちです。もう一方の側にはソフトウェアシステムの構築の担当者、開発者、QA エンジニアといった人たちがいます。ソフトウェアセキュリティとはこれら二つの分野を合体したものとして言い表すことができます。 このプレゼンテーションではソフトウェアセキュリティ保障を構成する3つの主要素、つまり脅威モデリング、コードレビュー、そして侵入試験についてお話しします。まずこれらの各要素について簡単にご説明した後で3つの要素をまとめることについてコンプライアンスとリスク管理の視点からお話ししたいと思います。脅威モデリングではシステムの構築や設計をゼロから行う人にとって重要な問題を取り扱います。具体的には 構築されたシステムで起こる可能性のある問題を把握し、それらの問題を未然に防ぐようにシステムの設計と実装を行うことを指します。脅威モデリングの由来は、セキュアな設計原則に関連した2つの論文にあります。サルツアーとシュローダーが1974年に出版した論文は、設計原則に関する影響力の強い研究内容を文書化したものです。 この論文からは最小特権の原則など今日のコンピューターセキュリティの基盤として引き継がれている原則が生まれています。某モリー・ギャサーが出版した論文は完全にセキュアなシステムを設計することを主題としたものです。ソフトウェア、ハードウェア、そして最終的な構成からなるシステムの全側面を統合してセキュアなソリューションを提供するというのがこの論文のテーマです。 脅威モデリングにはこれら以外にも様々なアクティビティが含まれます。例えばアーキテクチャリスク評価、不正事例の作成などがこれに該当します。ただしこのプレゼンテーションでは包括的な分野としての脅威モデリング全般について述べ、システムを構築して展開するとどのような問題が生じる可能性があるかという点を検証していきたいと思います。脅威はマット・ビショップが著書コンピューターセキュリティ」の中で紹介している定義がふさわしいと考えています。 著者は脅威とはセキュリティを侵害する潜在的な要因のことであると述べています。ここでは潜在的な要因という表現に注目する必要があります。また、侵害の原因となる行為のことを攻撃と呼び、これらの行為を行ったり、行わせる原因となる行為者のことを攻撃者と呼ぶとも書かれています。スライドの一番下にある図をご覧ください。これは脅威とは様々な要素を集めたものであるという興味深い考え方を示しています。 潜在的な脆弱性。これは利用される可能性があるコンピュータシステム内の潜在的な欠点のことです。攻撃者。これはそのシステムを利用することに関心があり、システムのセキュリティを侵害する何らかの動機を持っている行為者のことです。そして攻撃そのもの。これは攻撃者にとって期待する反応を引き起こし、潜在的な脆弱性を利用する目的で攻撃者から提供されるソフトウェアシステムとの対話のことを指します。 脅威モデリングのプロセスは次のような基本的なステップで構成されます。まず脅威モデリングを実行する個人またはチームがシステムの仕組みについて理解する必要があります。そのシステムはどのように設計されているか、主にどのようなコンポーネントで構成されているか、特定の機能がどこに実装されているか、元になるテクノロジーは何か、そしてこれらのテクノロジーがセキュリティに及ぼす影響とはどのようなものかといった点を把握します。 次に、この個人またはチームは、システムのセキュリティが侵害された場合のシナリオを列挙する必要があります。これを仮説と呼びます。攻撃者に特定の種類の攻撃を仕掛けられ、システムに特定の脆弱性があったとしたらどうなるかを考察します。これらは現実に存在することがわかっている、本物の脆弱性である必要はありません。しかし、仮説ではありますが、発生する可能性のある事象ではあります。 シナリオをすべて列挙したら発生する可能性が非常に高い問題そして起こりそうもない問題をリストに含めることもできます可能な限り包括的なリストを作成できたら次に行う必要があるのはリスト内の項目を一つ一つ確認して優先順位をつけることによりどの脅威とどの潜在的な侵害の重要性が最も高くビジネスに対して最大のリスクを及ぼすかを徹底することです 優先順位付けが完了したら重要性の高いものから順に脅威と潜在的なセキュリティ侵害に対して解決策や対応を関連づけていきます解決策や対応としてはこの脅威を軽減するためにシステムの設計を変更したためもはや真の脅威ではなくなったと考えられると記録したりします理由を記録する場合は脅威の重大性が高くないため対応する必要がないと書いたりします また最大の影響を考慮しても対応が必要なほどに程度が高くないことを理由として挙げる場合もありますさらにその後の開発サイクルや今後の開発サイクルに向けた指針としてこのリリースでは許容可能であるが今後はリスクが増大することが予想され次回のメジャーリリースやパッチの際に解決することが必要となるなどと記述することもできます私が思うに脅威モデリングがもたらすメリットのうち最たるものは 開発ライフサイクル内の他のアクティビティに有益な情報が提供されることです。例えば本日お話しするコードレビューと侵入試験という2つのアクティビティは脅威モデリングから多大なるメリットを得ることができます。 コードレビューの場合は、脅威モデリングアクティビティの際にアプリケーションの攻撃対象を特定したり、リスクにさらされているコードや、列挙した脅威のいずれかの標的となっているコードを特定したりすることができます。これができたら、コードレビューアクティビティに優先順位をつけると同時に、アプリケーションの脅威モデルに関する知識に基づいて、レビュー及び修正の対象として選んだ性的分析の結果に優先順位をつけることができます。 侵入試験についてはどうでしょうか侵入試験とはハッカーや攻撃者によってシステムに対して何が行われるかをエミュレートすることですその意味で脅威モデルは侵入試験の有効性を測定するスコアカード的な役割を果たしますつまりこのスコアカードではシステムを展開した後で起こる可能性のあるあらゆる事態を想定した攻撃が侵入試験で実行されたかという点が評価されます ここで何か満たない点がある場合は、侵入試験における攻撃のレパートリーを広げて、すでに開発済みの脅威モデルを使用して試験の範囲を拡大することができます。 それでは次に、個人的に好きなアクティビティであるコードレビューを取り上げてみましょう。前述した通り、私は性的分析の視点からソフトウェアセキュリティに取り組み始めました。今日私たちが行っているコードレビューは、正式な手法や検証プロセスに由来しています。この分野に最も大きな影響を与えた著書の一つに、The Orange Book Standard があります。同書は、The Trusted Computer System Evolution Criteria とも呼ばれ、1983年にアメリカ国防総省によって出版されて以来、改定を重ねてきました。この本の 主張はソフトウェアを実行することなくあるいは試験する必要がある全ての条件を揃えることなくソフトウェアをソースコードレベルで検査することが可能であるということですこの手法のメリットはコードベース全体を完全かつ一貫して対象範囲に含めることができることそして問題の根本原因を特定できることです脆弱な可能性がある URL やパラメータを指摘する手法と異なりコードレビューを使用すると脆弱性が実際に存在するコード業つまりソリューションを実装する必要のあるコード業に変え 開発者を差し向けることが可能になります初期の頃の性的分析ツールは開発者のコードレビューを支援するという点では評判が芳しくありませんでした初期の頃つまり2000年から2001年にかけては RATITS4FlowFinder などのツールは真の意味でもバグ検出ツールではなくある意味必要以上に美化された検索ツールにすぎませんでしたこれらのツールはセキュリティの脆弱性を招きうる関数の膨大なリストを収集し これらの関数やメソッドのインスタンスごとにプログラム全体を分析することができました。問題はどの関数またはメソッドが実際に攻撃を許すものであり、どれがそうでないかを区別できないことでした。そのため多くの誤検出が生じ、開発者の負担が増すだけでした。それでは最近の性的分析ツールに見られる大きな違いは何でしょうかこれは攻撃可能な脆弱性に対して攻撃の可能性が低いものから順に順位をつけられることです。 性的分析ツールが機能する仕組みやそのアーキテクチャについて説明するには変換というフェーズに触れておく必要があります。変換フェーズではソースコードを分析しアプリケーションのモデルを構築して後発的な分析をそのモデルに対して実行します。最近のほとんどの性的分析ツールは2種類以上の分析を実行するよう設計されています。これは複数種類の分析を実行した方がそれだけ多くの種類の脆弱性を発見するのに適しているからです。例えばデータフロー分析や汚染電波などの分析 手法は攻撃可能な脆弱性を発見し単なる不良事例や不健全な行動とそれらの脆弱性を区別する能力に長けています最終的に分析が完了すると一連のルールセキュリティ原則の7いベースあるいは特定する必要があるセキュリティ上の問題が入力として提供されますそして分析の発見事項をユーザーに提示します私はこの段階をレビュープロセスにおける最も重要な段階の一つとして捉えています ビジネスにとって何が重要か、何が真の脆弱性であり、何がそうでないか、修正のために優先すべき事項はどれかという点が人間によって決定されるからです。それでは、性的分析はなぜセキュリティのために効果的なのでしょうか。まず手動によるコードレビューと比べて非常に高速であることが挙げられます。手作業でコードをレビューしたことがある人であれば、1日にせいぜい数百コード行、 よくても400から500行程度しかレビューできないこと、1日の終わりには目がかすむほどの疲労を感じる作業であることを知っているはずです。一方、性的分析ではソフトウェアが置かれる可能性がある無限数の状態を仮定し、実行のたびにそれらの状態を安全かつ一貫してチェックすることにより、セキュリティ上の脆弱性の有無を調べることが可能です。また、ランタイム試験の手法と比べても迅速です。ソフトウェアが置かれる可能性のある状態を仮定、 つまりシミュレーションできるため考え得るすべての状態をテスターが検討するのにかかる時間を大幅に短縮できます。セキュリティの専門家でない開発者やセキュリティチームの一員ではない人にとって性的分析がもたらす重要なメリットの一つはセキュリティの知識を同時に得られることです。性的分析では潜在的な問題が指摘されるだけでなく問題の説明やそれを解決するためのアドバイスも提供されます。またこれらの情報は開発者にとって必要な時に状況に応じて表示されます。 この後も繰り返し述べると思いますが、前述した通り、今日お話しする様々な手法は互いにしっくりと組み合わせることがで可能です。性的分析も例外ではありません。つまり、性的分析ではホワイトボックスの観点から侵入試験アクティビティを捉えることができます。この反対にあるのが外部から見たアプリケーションの機能を検証するブラックボックスの考え方です。性的分析のメリットを利用すると、アプリケーションの実装やファイルの構成を把握して攻撃を受ける前のアプリケーションの実際の状態を知ることができます。 ここでは侵入試験についてお話ししましょう。侵入試験の起源は2つの要素からなります。ソフトウェアが登場してまだ間もない頃、国防総省によって結成され、IBM から資金提供を受けていたタイガーチームというグループがいました。目的は稼働中のシステムやハードウェアとソフトウェアの集合体をテストして欠陥の有無を調査することです。しかし、セキュリティの脆弱性を見つけるため攻撃は1組織に限られ、多くは内部に重点を置いたものでした。 1993年に論文を執筆し、サタンというツールをリリースしたダン・ファーマーは、その2つが原因で悪性ハッカーと誤解され、当時の職場から解雇されました。彼の論文の内容は、完全な状態の社内システムだけを攻撃の対象にすべきではない。これらのシステムに組み込まれるコンポーネントに注意を注ぐべきである。その上で、これらのシステムが本番環境に展開された時に直面する、様々な攻撃を実行することが必要であるというものでした。 サタンは自動化された初の侵入試験ツールとして、システムが本番環境で直面する攻撃に関する情報を収集し、内部システムや組織がセキュリティを判定しようとしているシステムにこれらの攻撃を仕掛けるために使用されました。今日、この分野では自動化されたツールが多数提供されています。侵入試験の自動化は大変進んでいます。ツールによってその効果に差こそあれ、特定のクラスの脆弱性を発見することにおいては、どのツールも非常に効果的です。 典型的な侵入試験は3つの主フェーズからなり、これらのフェーズは何度も繰り返されるのが一般的です。まず人間であるかツールであるかに関わらず、侵入試験のテスターがアプリケーション内をクロージングして、Web 経由でユーザーに表示されるページ、URL、パラメータを全て特定します。次に、これらの各ページに対して、ツールまたは人間のテスターが多数の攻撃を仕掛けます。攻撃は本番環境で確認されている実際の攻撃に基づいています。 例えば、性的分析の観点から特定された、脆弱性のある特定のコード創造に対して有効であることが確認されている攻撃が収集され、仕掛けられます。そして3番目のフェーズでは、実行した攻撃に対する反応を調べて、どれが効果的であったか、どの攻撃が原因で例外が発生したか、機密情報がサイトから漏えいする原因となった攻撃やどれかを特定します。 これらのいずれかの点において効果的であった攻撃に関しては、システムの脆弱性、弱点、欠陥が報告されます。侵入試験が抱える最大の課題の一つに、包括的な試験を実行することが困難であることがあります。あらゆる種類の脆弱性に関して、全ページをテストし、アプリケーションの背景にあるコードパスに従っているかどうかを確認することは決して容易ではありません。 ただしこの課題を考慮に入れても今日の Web アプリケーションにおける脆弱性を発見する上で侵入試験が非常に効果的であることは分かっています。スライドをご覧ください。進入試験サービスを提供しているホワイトハットセキュリティという会社では特定のサイトや特定の Web アプリケーションに特定のクラスの脆弱性が少なくとも1スタンス含まれている確率を統計として発表しています。 お分かりの通り、この会社は66%の有効性で Web アプリケーションに含まれたクロスサイトスクリプティングの脆弱性を発見することに成功しています。本日ご説明した3つの分野のうち、他の手法と組み合わせることで最も大きなメリットを得ることができるのは侵入試験であると考えられます。具体的に言えば、性的分析と侵入試験は、ブラックボックスとホワイトボックスの意味で特に相性の良い関係にあります。 私が過去数年間に取り組んでいる研究にタイトルを付けるとすれば相関でしょう。この研究の要点は侵入試験を実施し、性的分析を実行して2つの結果を組み合わせることで有意義な情報を得るということです。例えば侵入試験を実施した結果、動的シークールインジェクションの脆弱性が見つかったとします。 すでに行った性的分析の結果によると、関連性のあるシークルインジェクションの脆弱性があること、そして侵入試験では見つからなかった別のログ改ざんの脆弱性があることが判明しています。 これらの性的な結果と動的な結果は相関させることが可能なため、侵入試験のみの結果として URL だけを指摘するのではなく、性的シークールインジェクションの脆弱性の優先順位を変更し、修正が必要なコード業に関する根本原因の詳細を開発者に提供することができます。それに加え、2番目の性的分析で見つかったログ改ざん問題に関しては、優先順位を高める必要があることを指摘することもできます。 この場合は、性的及び動的な分析と性的な侵入試験に基づいて見つかった同じ脆弱性を関連づけられるだけではなく、動的な脆弱性を性的分析で見つかった他の同様の脆弱性と関連づけることも可能となります。相関の真の効果が発揮されるのはまさにこの点です。ここまでにソフトウェアセキュリティ保障を構成する3つの分野。 つまり、脅威モデリング、コードレビュー、そして侵入試験についてご説明しました。これらの各分野の由来が互いに大きく異なることについても触れました。一つはセキュアな設計原則に由来するもの、もう一つは検証と正式な手法に由来するものであり、そして最後の一つはタイガーチームと初期の侵入試験の時代に遡り、稼働中のシステムへの侵入または攻撃を試みることに由来しています。 これらの3つの分野は今後その有効性を最大限に高めるためにますます集約し2つのグループのいずれかにまとめられていくものと考えられます。継続的なソフトウェアやセキュリティを保障する人の大半は2つのいずれかのうちの理由でそれを行います。1つはリスクを管理したいという欲求が動機となっているケースです。これは体内的な動機とも言えます。もう1つはコンプライアンスまたは標準化が動機となっているケースです。 構築しようとしているシステムや使用するソフトウェアに関して第三者によって定められたルールに従う必要がある場合などがこれに該当します。PCIDSS はクレジットカード取引を処理したいソフトウェアベンダーに対して大手クレジットカード会社が設定している外部コンプライアンス基準の例です。 リスク管理がソフトウェアセキュリティの動機としてふさわしくないことは大変興味深いことです。ほとんどの場合、人間はリスクを管理することを得意としていません。私たちは起こりうるあらゆるリスクを特定することを得意とせず、社会全体に影響を及ぼすリスクより、自分自身に影響を及ぼすリスクに集中する傾向があります。そのため、純粋なリスク管理アプローチと比べて、コンプライアンスの方がソフトウェアセキュリティアクティビティの促進要因として重要であり、ソフトウェアセキュリティアクティビティに参加し、 しようとしている成熟性の高い組織にとってはより価値の高いものとなりますここで必然的に生じる疑問は何に準拠する必要があるかということですメキシコ料理のレストランにその店で販売するすべてのプリットを検査することによって安全な食品を提供させることが不可能であるのと同じで作成した高度業レベルまたはソフトウェア単位で基準に従うようソフトウェア組織に要求することは準拠状況の確認と徹底に膨大な量の労力が必要となるため不可能です 組織がが準準拠及び測定定のの対象ととするるるたためめめ、にふさわしい、いより有益な基準を定めるためギャリー・ーマググロとブライアンチェスが率いる研究者のグループは、ビルディングセキュリティマチュリティモデルというプロジェクトを立ち上げ、OASP プのプラビア・チェンドラ率いる別のグループはソフトウェア・アシュアランス・マチュリティモデルまたはオープンサムと呼ばれるプロジェクトを立ち上げました。いずれのプロジェクトもソフトウェア企業によって構築される加工物を測定するのではなく、それらの加工物を構築するために使用されたプロセスを 確定定すするよう設定されていますソフトウェア企業はソフトウェア開発ライフサイクルにどのようにセキュリティを浸透させているでしょうかシステムに影響を与える脅威モデリングコードレビュー侵入試験といったアクティビティをどのように実施しているでしょうか これらのプロジェクト、そして Fortify でのお客様指令から言えることはソフトウェアセキュリティ保障に関して組織が段階的に成熟していくということです。開始当初はセキュリティチームが単独で作業する構造が一般的に見受けられます。この段階のセキュリティチームは通常性的分析と侵入試験のいずれか一方のテクノロジーを活用します。脅威モデリングはより成熟性の高い組織で採用される傾向があります。この段階ではセキュリティ上の問題を指摘し始めるために 定的分析か侵入試験などの何らかのテクノロジーを複合的に活用します。セキュリティチームはビジネスに対する重要度の高い少数のプログラムを調べて今後影響を与える具体的な脆弱性を発見します。発見した問題は次回のリリースで修正されセキュリティが強化されますがこのプロセスの進捗は非常に小刻みで時間のかかるものとなります。次の段階になると セキュリティに開発組織が関与し始めます。ここでは、セキュリティに関連した作業は少なくても、開発組織が様々な場面で関与し、多数のシステムに影響を与えられるようになるため、セキュリティ関連アクティビティの規模が大幅に拡大していきます。これにより、より多くのアプリケーションにわたり、また組織全体にわたってセキュリティの基準が引き上げられます。そして最後の段階になると、開発組織がセキュリティの取り組みを主導するようになります。 この場合、開発組織によって開発されるすべてのソフトウェアにわたり、非常に高いセキュリティ基準が設定されます。 セキュリティチームは物事を客観的に見るために一歩下がり、より先見的な役割を果たせるようになります。これは戦時に対象レベルの召喚が果たす役割と似ており、リソースをどのように割り当てるべきか、来年度または今後3から5年後に検討する必要があるテクノロジーはどれか、開発チームが重要な決定を迫られるたびに、セキュリティを確実に保護できるようにするにはどうしたらよいかといった点が考察されます。 最後になりますが、ソフトウェアセキュリティを確保する上で不可欠なものとして、Fortify と h ュー l e t Packard が考えているものについてお話しします。それは人材、プロセス、そしてもちろんテクノロジーの組み合わせです。しかし、どのようなプロセスでセキュリティを保護するべきか、誰から協力や理解を取り付ける必要があるか、スタッフにどのようなトレーニングを与え、どのようにテクノロジーを導入すべきかという観点の方が、基盤となるテクノロジーそのものよりも重要です。 私は今後起こると考えられる重要な変化として、脅威モデリング、侵入試験、コードレビューが集約され、より有益な結果の提供、優先順位付けの向上、ソフトウェアのセキュリティ全般の強化が実現していくものと予想しています。以上でプレゼンテーションを終わりにしたいと思います。ご清聴いただきありがとうございました。